茅部郡鹿部町、ここのたらこがまた、お、来ました、麻婆たらこ、黒胡椒たらこ、これがまた最高に美味しいです。こんにちは、脇谷雄二です。だん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 日差しが強くなってきましたね。こういう時に食べたいと思うもの、なんだかわかりますよね。冷たく冷やして食べる、あの冷やしそば。僕は麺が大好きなんで、熱々の麺も好きなんですけど、汗ばむこの季節、すっきりして食べるその冷やしそばをご紹介します。材料はもうどんなもんでもいいです。ウリ系のもの、ラディッシュでもキュウリ、セロリ、何でもいいです。上に乗せる具材はお好きなもの選んでみてください。それと一つ、今日はですね、見てください、ポブラ、ハバネロ、ブリッキーヌ、それとアラペーリョ、この唐辛子、この唐辛子の粉末ってあるんですよ。これは熊野の唐辛子、うちが今扱って、ピリッと辛く、この発汗作用、それとお酢、豆乳、この2つを使った合わせのこの涼麺のソースをご紹介します。まずお酢です。お酢はどんなお酢でもいいです。穀物酢でもいいですし、リンゴ酢でもいいです。今日は僕はこの黒酢を使います。それと豆乳が100、お砂糖、それではですね、これは作っておくと便利なんですけど、お砂糖を1杯、2杯、3杯と入ります。そこにお酢です。お酢が1杯、2杯、3杯、4杯、5杯、6杯と、こんな風にお酢が入ります。お酢と砂糖をまずこんな風に混ぜて混ぜて混ぜていきます。そこに塩です。塩がだいたい小さじ2分の1ぐらい、こんな風にキリッと締める。こんな風にして砂糖と塩と混ざったところで、こちらです、いきます、豆乳です。豆乳を混ぜると見てください、ほら、こんな風にとろみがつくんですよ。ほら、いい感じですよ。もう分かりますよね、皆さん、このとろみ。ここにマスタードを入れたり唐辛子を入れたりするんですけど、今日はですね、まずこれで味を見てみます。このとろみ、あー、いいな、とってもいい。僕は酸っぱいのが好きなんで、もう一発いきます。こんな感じです。これでもうこのとろみが麺に絡まってくるんですよ。皆さん、いいですか、これ見てください、びっくりですね。こんな風にしてタレをまずは作るってことが大切です。野菜は、これラディッシュですね、この薄切りにして、ピーラーでもいいです。こういうズッキーニでもいいですし、きゅうりね、こんなようにします。これは水にさらして置いとく。そこで今日はですね、このガーリック小さじ2分の1で、これはエシャロット大さじ2杯こんな風に入ります。それにネギが大さじ1杯こんな風にしてください。それでこれらを混ぜるんです。こうやって混ぜて混ぜて混ぜて、こんな風にしたところで
お塩をほんの1、一つまみ小さじ3分の1、そこにこれが味噌、先ほど紹介した唐辛子、ハバネロはやばいですよ、辛すぎます。ブレンドしてあるものを使ってください。これはお好みです。僕はちょっとだけでこんな風にします。これが決め手ですよ。これに今オイルをジュッとします。例のジュです。大白ごま油1杯2杯3杯、今日は4杯いっちゃう。こんな風にして、その間に麺をボイルします。今日は麺は2玉いきますね。これが約130g ぐらいです。一般のお店で売ってるのも120から130ぐらいのね、この麺をこのたっぷりのお湯の中にこんな風にして入れます。それでこれを沸騰してるところに入れたら、あとは5分ボイルします。その間に先ほどのこのジュですよ、ジュ、そろそろこのままこれを、ほらこれです、これこのジュというの、これをそれで混ぜる。うわー香りがいい。これだけでも食べられるんですよ、これ。この辛み最高です。この塩をしてからここにお酢です。をこうやって置いといてください。さあ5分経ちました。5分経ったらこの麺をこんな感じで入れていきます。バーッとよーく氷の中で麺を入れて締めます。こんな感じです。冷たく冷たく、そうすると麺がクッと締まってですね、美味しくなってきますからね、皆さんね。そうしましたらボイルした麺をこんな風にして、いや夏はこの冷麺最高ですよね。それと水にさらしてあるこのきゅうり、ピーラーでこんな風にして間にズッキーニを置く。見てください、野菜は本心大根でもいいですし、セロリでもいいです、どんなもんでもいいです。こんな風にですね、それでラディッシュをパラ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 、どうですかこれ、すがすがしい感じの冷麺ですよ。それにこのソースをちょっとこう添えて、このソースは作っておくとですね、3日間から4日間は大丈夫です。お酢がだんだん飛んできましたらまたお酢を足してください。このアクセントを忘れずに、この季節に最高の冷やしそば完成です。じゃあいきます。晴天の青空、ちょっと汗ばむ季節、そん時にこのかいいですね、このさっきのこのソースをですね、こうやってですね入れて、まずは皆さんつけ麺式ですよ、こうやって、それでこのまんまいきます。いただきます。うまい。このね
豆乳とお酢が絡んで、お酢と豆乳ってこんなに相性いいんですね。僕の友人がぜひ脇屋さんやってみて、豆乳にお酢入れて混ぜて飲む、 100cc に大さじ1杯それを飲んでヨーグルトみたくなるんですよ。それで僕は思いつきました、冷麺のタレ。それにしたらどうなるかというのが今回ですよ。そこに脇屋のこの樹の秘密、これをかけたら100人力。皆さんこのタレ作って置いとけば便利で、それでいて食欲不振の時にちょっとニンニク発汗作用、最高だと思います。見てくださいこれ、このエシャロットと熊野の唐辛子きますね。最高にうまいねこれ。この夏あなたもこれで乗り切れます。ぜひ作ってみてください。